Kaide. しっかりしろ、カエデ。カエデ、ここでゆっくり休んでいるんだ。待っていろ、雪姫、夢丸。今助けに行くからな。そんなに驚くことはねえぜ。チタ付き合っていけよ。どうだい、魔空空間ってとこに行く気はねえか。生きて帰れる保証はねえけどよ、なんでもそれなりの褒美が手に入るって話だ。どうだい、じゃあな、また来いよ。虫けらめ、よくたどり着いたな。だがここまでだ。ここから先は幻魔の世界。人間のお前は通せんな。またてめえか、すっこんでろ。くだらねえ化け物でも作って遊んでやがれ。なんだと？
人間の分際でこのギルデンスタン様をバカにするとは。まあいい。ならば私の作り出した最高傑作と戦ってみろ、モーセラス。
姫、ミマル。サマノスケ、お兄ちゃん。我は現場の王。
天之助の活躍で幻魔の野望は一旦は打ち砕かれた。だが明くる年、斎藤義達が病死し、暗愚な息子辰興が国主になると、再び織田軍が美濃へ進発。ついに稲葉山城は落城。ここに斎藤家は没落したのである。この陰に幻魔の暗躍があったかどうかを知る者はない。斎藤家没落後、雪姫は斎藤家とゆかりの深かった堺の豪商今井宗久のところへ一旦は身を寄せたが、一月も経たないうちに忽然と姿を消した。宗久の計らいで南蛮船に乗り、世界へと旅立ったのである。その旅には夢丸も従っていた。玉之助に教えられた通り、その目で世界を見るつもりだったのである。一方楓は玉之助を必死に探し続けたが、見つけることはできなかった。明くる年、玉之助の叔父の明智光秀に隠密として抱えられ、数々の功績を残したが、14年後山崎の合戦でその生涯を閉じた。そして玉之助は幻魔を倒した後、妖として行方が知れず、その生死も定かではなかった。